はい、味噌汁は代替コーヒー、ダリージャンです。ですね、デスストランディングの、ですね、メールの方がね、たくさん溜まってるんで、ちょっとね、今回は、それを読んでいくというね、動画をね、していきたいと思います。それでは、メールね、1件とかなってるんですけど、実はね、私ね、ずーっと溜めてて読んでないやつをね、未読のやつね、いっぱいあるんですよ。この辺からあるんでね、ちょっとね、順番に読んでいきましょう。映画監督。驚いた。岩を偽装するホログラムだ。サム、ありがとう。あんたはやっぱり本物のサムだった。 UCA に加盟したおかげでいろんなデータにアクセスできるようになった。あんたのオドラデクには岩に偽装するホログラムの機能が追加されたみたいだな。もう使ってみたのかな。本物の岩にしか見えないし、ミュールのセンサーにも反応しない。隠れることもできる。驚いたよ。映画も光と影を使って幻を本物のように錯覚させる芸術だが、このホログラムのリアリティはちょっと桁違いだ。実はこいつを使ってミュールのテリトリーに潜入して映像を撮ってきたんだ。ようやるなお前。 全く気づかれなかった。この技術を使えば全く新しい映画が作れるはずだ。タイトルはもう決まってる。伝説の配達人だ。その時はサム、あんたが主役を演じてくれないか。頼んだよ。だそうです。そしてね、もう実はね、伝説の配達人に、ね、なったんですよ。もうね、全部のね、あれや、ビジネスリンクも、安全性も、速度も、サービスも、数量も、全部60以上にしたんですよ。でね、星ね、全部ね、綺麗になったんで、伝説の配達人に、めでたく乗らせていただきました。ありがとうございます。 ね、次、カイラルアーティストの母からです。カイラルブーツの履き心地は？サム、あなたには本当にお世話になりました。カイラルブーツの履き心地はどうですか？私にはよくわからないところもあるのですが、あれは娘が前に作った作品です。カイラリウムでコーティングしていて、耐久性は抜群らしいです。確かにね、これ履いてる時ね、全然壊れへんかったんですよ。カイラルブーツはほんますごいです。カイラル汚染の影響もあるから、ケースに入れて干渉する分には問題ないけれど、あなたなら履けるはず。芸術品でもあるけれど、実用性もあるんです。自分でも気に入ったらしく、いくつも作っていました。さすが私の娘です。ぜひ使ってくださいね。だそうです。めっちゃ使ってます、ずっとこれ。レジェンド・オブ・レジェンズっていうね、ちょっとハードモードじゃないとできひんモードがあってね、それでね、もうパパカパパカね、走り回ってる時にね、ようね、このね、カイルブーツをね、頑張ってくれましたわ、ほんまに。放浪の MC、全米コスプレショー、もう夢じゃない。これ誰かと思った、お前、コスプレイヤーの旦那か。サム、ありがとう。カイレル通信のおかげで全米コスプレショーが開けるかもしれない。その日のために着々と準備しているよ。ところで、私の勘違いでなければ、近頃サムのコスプレをした配達人が時々訪ねてくるようになったんだ。衣装だけでなく、顔も声も仕草も君にそっくりだ。まさかさすがの君でもそう何度もここに来るはずがない。そうだろう。きっとみんなコスプレのレベルが上がったんだ。誰かサムワンがサムというキャラクターになりきってここに来ているに違いない。これはすごいことだね。これね、ほんまね、おもろいんですけどね、このね、サムっていう名前は、このサムワンの誰かから来てて、みんながサムワンで、みんながサムなんですよっていうね、こういうのがね、隠されててね、こういうのね、見つけるのは、ほんま好きなんですわ。エルダー。エルダーね、あれなんですよ。まあ、他の動画でなんかあったかな？なんかね、来たらね、エルダーね、もうおらんかったんですよ。まあ、悪口ないですけど、遺言、さようならさ、まあまあ、エルダーそういう年齢やったし、もうなんかずっと薬ばっか届けてたからさ、もうこの人はもうあれやって。サム、君は元気でいるだろうか。サム、君は今どこにいるんだ。サム、君は今何を思っている。最初に私のところに来てくれた時のことを君は覚えているだろうか。あの時君が来てくれなければ、薬のストックが切れて私はきっと死んでいただろう。おかげで私はまた生きながらえた。だがその余命も尽きつつある。さっき飲んだ薬でおしまいだ。もう十分に生きたから、ここの心残りはない。君には感謝しかない。君は私に物を届けてくれたし、カイルル通信は私を他者につないでくれた。隔てられているとも、排除されているとも感じなかった。国ができれば国境もできる。しかし私は国境のない世界でのつながりを感じることができたんだ。君のおかげだよ。さよなら、サム。最後に君の顔を見たかったな。ありがとう。だそうです。
これエルダーのね、遺言って、エルダーがね、エルダーのところにずっとこまめに薬運び続けてたら、エルダーって知らなかったんかなとか思いながら、でもこういうメールあるってことはあれかな、エンディング迎えたら必ずこう、エルダーはこういうふうな結末になるっていう仕組みだったのかもしれないですね、さすがに。タイムフォール農家。私は小麦の奴隷なんかじゃない。別に そうなんだ、誰も言ってんけどっていう。サム、実は彼女にこっぴどく怒られた。このままじゃ小麦の奴隷になってしまうとね、そもそもの目的を思い出せと言われたよ。確かにそうだ。私たちはそもそもタイムフォールの性質やそれに反応する植物のことを研究してクレーターの緑化を目指していたんだ。小麦の栽培が思ったよりもうまくいってつい夢中になってしまった。だがこれはこれで悪いことじゃないだろう。今では焼きたてのパンやピザを楽しみにしてくれている人がたくさんいるんだ。ピザな。タイムフォールポーターだって美味しいだろ。小麦のためにやってるんじゃない。みんなのためのタイムフォール栽培だ。私は奴隷なんかじゃないよ。サム、あなたなら私の気持ちがわかるだろうか。ですね、タイムフォールポーターってね、モンエナの代わりに支給されてるね、エナジーっていうか、スタミナがアップするね、ビールのことなんですけどね。これね、ちょっとね、何本か連続で飲んだらね、面白いイベントというかね、ちょっとした小ネタがあるみたいなんで、またそれはね、小ネタ集みたいな感じで、小ネタだけでちょっとまとめてね、見ていきたいと思います。じゃあ次読んでいきましょう。ファーストプレッパー。山頂で食べる食事は格別だ。サム、プレッパーズの基本は自給自足だ。だから俺も何でもできる。料理なんかプロ級だ。みんなが外を怖がる時代だけど、外で食べる飯は美味しいぞ。特に空気も眺めもいい山の頂上での食事は最高だよ。今度あんたにもご馳走してあげたいな。ああそうだ、この間俺のシェルターのある山の上で変なものを見かけたんだ。タイムフォールポーターを飲みすぎて酔っ払ったせいかもしれない。光る不気味な物体だった。もし山頂に行くことがあったら注意した方がいい。よろしくサム。このね、光る物体の話をね、メールでね、よくね、みんなしてくれるんですけど、これメモリーチップのことで、このね、メールが来ないと、そこのね、言ってるね、場所のメモリーチップが見つからないっていうね、システムになってるんです。だからこれはね、ほんまはね、このタイミングで言うようなもんじゃないんですけども、まあね、もうそれは私も自分でね、ググってね、調べたんでね、ちゃんとね、読んでいけやって話なんですけど。 スピリチュアリスト、ビーチへのガイドブックを見つけた。珍しいものをまた見つけたの。古代エジプトのピラミッドの王の間に収められていた神器の一つ。超レアアイテムなんです。あなたも知っていると思うけど、ピラミッドはビーチへの入り口だった。古代エジプト人はそれを理解していた。彼らが書いた死者の書は、死んだ人の魂が肉体を離れて死後の楽園にたどり着くための案内所だった。つまりビーチへのガイドブックというわけです。私たちは古代人の知恵を忘れてしまったんじゃないかと思うんです。ビーチは昔からあったけれど、私たちはその存在を忘れて正しくアクセスできなくなってしまった。そのせいで BT が向こう側から来るようになったんじゃないでしょうか。もう一度古代の英知を学び直せば、このデス・ストランディングは終わるはず。ねえ、そう思いませんか？でね、言うてくれてるんですよね。もうね、デス・ストランディングね、終わるんでね。元も来ないんですけど、そんなこと言ったらね、今ね、2週間後にね、大統領のね、あれがね、それ終わったらね、終わりますんでね、ご苦労様でしたっていう。医療機器エンジニア。つながりがあってこその医療端末。サム、この厳しいエリアを何度も往復してくれてありがとう。ほんまにね、速度の依頼するためにね、私もほんまにね、もう医者のところめっちゃ行ってね、医者ー言うてね、もうほんまね、ルフィかっていうぐらいね、医者ー言うてたんですよ、ずっと。医者ー言うても、まあでもね、速度のね、依頼ね、おかげで稼ぎましたしね、医者のところね、いっぱい往復したことによってね、なかなかたまりにくいね、速度のね、ゲージもね、6時まで無事貯めることができたんでね。まあ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 、ちょっとまあややこしい位置におったけど、まあいいやろっていう感じですわ。 続き読んでいきましょう。あなたがカイラル通信をつないでくれていなければ、せっかく作った端末もただの箱。ノットシティの医者と同じよね。都市の外とはつながってないから、そこで病人や怪我人がいても見ないふり、診療室まで来てくれたら治します、ですって。死んでしまったらその後は処理班の仕事。彼はそんな医者たちに腹を立てて都市を出たの。その熱意に感動して私も一緒にここに来た。それでカイラル通信が動いたことを想定して遠隔操作の端末を作った。まだ1台しかないけれど、これが量産できるようになればもっと人助けができるはず。だからサムも頑張ってつないでね、お願いね、だそうです。かわいいですよね、この子。
医者からです。医者ー言うて、もう大容量血液袋はどうかなって言って、これね、もらったんですよ。普通の血液袋だけね、大きいやつね。サム、私が考案した大容量血液袋を使ってくれているかな？役立っているだろうか？本来ならカイラルプリンターで提供したいんだが、大容量の血液を保存する機構や装置そのものの軽量化にカイラリウムを使っている。プリンターでの出力には検証が必要だから、こちらにある装置で作るしかないんだ。すまん。でもきっとあんたの役に立つはずだ。ぜひ使ってみてくれ。だそうです。まあ別にね、普通のね、血液袋でもね、呪文としてされてるんでね、いいっすわ。気象観測所のアレックス・ウェザーストン。カイラル濃度の異常に気をつけて。キューピッドでつながったエリアから、気温、湿度、風速、気圧などの気象データとカイラル濃度の変化がリアルタイムでこの気象観測所に送られてきます。私たちはこれらのデータを分析して天候の予測をします。とりわけ座礁地帯とその周辺のカイラル濃度の観測は重要です。それがタイムフォール 予測の基礎データになるからです。ここ最近ですが、おかしなデータが観測されるようになってきました。座礁地帯ではないエリアでもカイラル濃度の急激な変動が認められる場合があるのです。ということやろ。ポートノットシティでヒッグスが BT を呼んだという情報も聞きました。あなたがそれに襲われたことも、それは彼が自分の意思で座礁地帯と同じ状況を作り出せるということです。もしそれが事実だとすれば、タイムフォール予報なんか意味がなくなってしまう。いえ、タイムフォール予報どころか世界の終わりかもしれません。今更って感じなんですけどね。エンディング迎えてからこれ言われてもっていうね。よいしょ。まあ、エンディング前、エンディングも、でもこれもうほぼほぼ解決してるタイミングなんですけどね。大統領就任式典の前やから。古生物学者、ポーターに感謝。サム、今だから教えるよ。アンモナイトを落としたポーターに文句を言っていたけれど、実は俺もあの毒ガス地帯でクラクラになったことがあるんだ。だからあそこの大変さは理解しているつもりだ。マスクもつけずに発掘に行って中毒になった。アホやろ。その時幻覚みたいなものも見た。キラキラ光る小さなものがそこの方にあったんだ。あ、これもですね、これもね、メモリーチップのね、情報ですね。これ出てからじゃないと取りに行けませんよってやつがあるんですよ。慌ててシェルターに帰ったから、あれが本当だったのか今もわからない。そのことをあのポーターに話したら見に行ってくれたんだ。結局実在したか確かめられなくて回収はできなかったみたいだけれど、あいつらしくて笑ったよ。やっぱり俺の見た幻だったのかも。君みたいに凄腕のポーターもいれば、あいつみたいなのもいる。でも俺たちにはできないことをしてくれている。改めてポーターに感謝するよ。ありがとう。グッドグッドグッド。だそうです。まあね、勝手に解釈されたらね、困るんでね、置いといてくれてよかったですわ。 次ね。カメラマンの母。おかげであの人の思いも報われました。サムさん、私たちのためにご苦労をかけました。ありがとうございます。あの人の思いも報われました。しかも世界中の人のためになるような発見だったなんて。でも娘は最近張り切りすぎているようなんです。また調査に行くんだと言って、よっぽど嬉しかったんでしょう。だからといって無茶をして前のように危険な目に遭ったら、そう思うと複雑な気持ちになります。こんなことで悩む私は器の小さいわがままな人間なんでしょうか。すみません、愚痴のようなメールになってしまいました。サムさん、あなたもこの先の道中お気をつけて。だそうです。まあね、母親はね、心配ですもんね。わがままなんてこと全然ないと思いますよ。やっぱ大事なね、人ほどね、やっぱね、心配でね、たまらんと思うんですよね。それでね、なんかね、いろいろね、ごちゃごちゃね、あれすんな、これすんなってね、わー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 ね、なんか言ったらね、もう母親でもなんでもないね、言うやな、人間とかやったらね、もうちょっとあれなんですけど。次行きましょう。カメラマン、不思議な画像を見つけました。サム、聞いてくれますか？あなたが登山家のところから運んでくれた古い記録媒体に不思議な画像を見つけました。登山家が生前の地図と一緒に撮った画像のうちの一つです。私が外に行くのを母が心配するので、代わりにそのデータを整理していたんです。それはまだタイルが湧き出す前のマウンテンノットシティの周囲の画像でした。そこに光を放っている物体が映っていたんです。自分で見に行きたいけれど、母が心配するから控えます。もしかしたらあなたの役に立つものかもしれない。そう思って連絡しました。だそうです。マウンテンノットシティに光る物体があるよっていうね、これもね、教えてくれるね、メールでしたっていう。で、そういうのってね、全部ね、ビックリマークついてるんですよ。ほら、こういうのとか、これとこうね、古生物学者とか。医者はこれね、これは血液袋どうですかやからね、ファーストクレーパーのこういうのとかもね、つくんですよ。
次ね、読んでいきましょう。これロボット工学者ね、人間であることがそんなに大事？サム、また来てくれたのね。前に面白い話を聞いたの。ある研究者の仮説よ。ドローン症候群や排泄依存症はシンギュラリティが起きることへの抵抗だった。人間は人間であることを放棄したくなかった。だからデスストランディングも人間性を守るための最後の砦だったっていうの。シンギュラリティを回避するためにデスストランディングを起こした。ビーチが人の精神に紐づいていて BT になるのも、 BT とボイドアウトを起こすのも人間だけなのはそのせいだって。絶滅はするけど人間として死ねる。これを回避するには今度こそシンギュラリティを起こして人間を捨てればいい。かなりなんだっけ、これはなんて読んだろうな、なんから無骨、読めない、荒い辛いなんていうかなこれ、な説だけれど共感できる、人間であることがそんなに大事なのかしらって私も思うもの。死んで BT になってみんなに迷惑をかけないように私も肉体を捨ててしまおう。そんなことを最近考えてしまう。じゃあねサム。人間をやめてしまう。私は人間をやめるぞジョジョー言うでね、あと3つですね。エボデボ学者、タールから新しい生命が生まれる。小林幸子に似てますよね、エボデボ学者。小林幸子じゃなかったっけ、小林幸子じゃなかったっけっていうのもおかしいけど、小林幸子に似てるわ。小林幸子やった、演歌歌手、多分小林幸子やと思う、私思ってる顔まあどうでもいいですけどね、読んでいきましょうか。サム、あなたが回収してきてくれたタールの分析がまた進んだの。ちょっとびっくりしたんだけど、タールの中から D 型アミノ酸によく似た構造の化合物が見つかったの。それは右手型とも呼ばれるアミノ酸のこと。地球の生命は事実上左手型こと L 型アミノ酸だけで形成されていて、 D 型はほとんどないことないと言われていたの。でもタールからは D 型だけが見つかった。あのタールは過去のものを呼び出すだけじゃなく、右手型アミノ酸でできた新しい生物の源であるのかもしれないの。そしてそれはデスストランディング以後の世界に適応した生物となるかもしれない。そうなったら私たちのような L 型アミノ酸の生物の時代は終わるかもしれない。一つ言えるのは DS は、未知のものをこの世に呼び寄せる現象だってこと。これからこの世界はどうなってしまうんだろう。なんであれなんですかね、あのクリア、まあ、クリアする前にこれを読むっていうパターンの人もまあおるやろうから、これをこういうメールが来るんでしょうね。クリアした後にこんなこと言われてもっていう感じなんですけど、私からしたら、コレクターでも昔には戻れない。これね、コレクターね、私全然やってなかったんですよ。だからもう、ね、もう UCA 加盟したもんね、もうめっちゃ最近っていう あとね、ベテランポーターもね、もうねすっかり忘れてて、コレクターで終わりやと思ってたのにベテランポーターでね終わりやって、なんでって思ってめっちゃ探して、ベテランポーター全然やってなかったやんみたいな。まあいいさ、コレクター、読んでいきましょう。でも昔には戻れない。昔は良かったと言ってるだけで何も変わらない。そもそも私が生まれた頃には紙媒体なんてほとんどなかった。昔に戻れないなら今をよく生きるしかない。だから私は UCA に加盟したんだ。カイラル通信は夢のような技術だ。無機物なら大抵のものが遅れると聞いた。情報のタイムラグもない。生存するためにこれほど優れたシステムもないだろう。しかし食料や薬品や生き物は君のような配達人の手を借りなければ運べない。つまりどちらか片方だけではダメなんだ。その両方がうまく組み合わさってこそ UCA の未来はある。私はそれを確かめてみるつもりだ。だそうです。私ね、あれなんですよね、デスストのね CD 欲しいなって思って、ここのそのゲームの音源に入ってるミュージックがおしゃれやしかっこいいから車で流したいなって思って、あの円盤でね欲しいんですけどね、なかなかね円盤でなくって、データばっかりやったら、家を売るときはね、あのゲーム機で押して聞けばいいんですけど、あの車で聞きたいんですけど、それどうしたらよろしいですかっていう感じで、データでもらってもらっていう、データで買うにしてもどれかなっていう感じがするしさっていうちょっとよくわからんのっすわ。だからね、私もね、ほんまに、ね、両方いると思います。私は円盤が欲しいっていう。あ、ベテランポーター、これね、こいつこいつ全然やってなかった、すっかり忘れとって、やった、もう終わったもんやと思っててさ、ね、あの来ました、最後にメールが。今日です、今日ね、今ね収録がね、6月ね4日なんです読んでいきましょう。サム、あんたの活躍は噂に聞いた。
そしてブリジット・ストランド大統領と娘のアメリがアメリカ再建のために自らの、全てを捧げたということも、新しいアメリカがもうすぐできるんだってな。ダイ・ハードマンが大統領に就任して、この国を、いやこの世界をどのように導いてくれるのか、俺も市民の一人として期待しているよ。そして改めてあんたにお礼を寄せてくれ。ありがとう、サム・ポーター・ブリッジズ。俺は、あんたは俺たちのポーターの誇りだ。だそうです。これはあれですね、どう考えてももう終わった後に来るべきメールですね。ってことは多分ね、他にもね、終わった後に来るべきメールっていうのがね、多分いっぱいあると思うんですよ。なんで一旦あのプライベートルームからね出て、これ多分入ったら何件かねメール来ると思うんですよね。来ないかな。ほらね、来たでしょ。ほらね、来たでしょ。めっちゃ来るんですよ、こういうの。呼んでから来るみたいなのがね、いっぱいあるの。ちょっとね、呼んでいきましょう。順番に。ね、ロボット降格者。私も子供も実在しない。どういうことや。サム、私はもういない。なんで？いいえ、私はとっくにいないの。ここに来たあなたと会話したのは私のホログラム。え、そうなん？あなたを送り迎えしてくれた私の子供も実在しないわ。え、そうなん？あなたは私たちがシェルターの奥にいると思っていただけでしょ？あなたは私を見ていないもの。でもこれさ、親密度マックスまで上げてさ、休んでたらさ、見てないものっていうかさ、まあまあそうなんか。このメールは私の人格をコピーした AI が自動で作成したものなの。生成したものなのやな。心をコンピューターにアップロードして、私はデジタル的に不死になったの。怖っ。残念だけど、せっかく届けてくれたコーヒーを味わうこともできない。なんで届けさせないのな。でも肉体を捨てた私はデスストランディングを克服したのよ。なんてね、嘘よ。ただまあ、しばくぞ、しばくぞ、お前。私は子供と一緒にここにいるわ。あなたが荷物を持ってきてくれるのはいつまでは待っているわ。また会いましょう。しょうもない嘘つくらい、お前。びっくりしたやんけ。ほんまかと思ったやんけ、お前。しばくぞ、お前。スピリチュアリスト。聞いてビーチを移動したの。サム、私からのメールはちゃんと届いていますか？実は私、ビーチを移動できたようなんです。お、そうなん、すごいな。古代エジプトの、神業を調べているうちに入り口が開いたみたい。どうしてそんなことができたのかよくわからないけれど、神業を調べているうちに私はどこからか聞こえてくる波の音に身を委ねていました。そして気がつくと見知らぬ場所にいた。夜空を見上げると輝く球体が浮かんでいました。月でした。古い写真や絵でしか見たことがない本物の月でした。晴れ渡った夜空には他にも数え切れないほどの星が輝いていました。すごい。私は帰れる雲のない、どこか遠くにジャンプしたんだ。もしかしたら別の時代にタイムスリップしたのかも、と興奮しました。カメラを持っていなかったことは後悔してもしきれない。でも信じてください。ホログラムでも幻でもない、本当の夜空を見たんです。だそうです。ね、この人はね、帰れる雲のせいでね、空を見れてないっていうのがね、かわいそうですよね。やっぱね、空をね、やっぱね、見上げるっていうのはね、やっぱね、やっぱね、人間ね、こうね、気持ちいいもんなんでね、やっぱ。よいしょ。もうないかな。来ないっていうこと。あ、来た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 。ほら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 。来るよ来るよ、まだまだ来るよ。これね、メールが来なくなるまでね、続けますこの動き。読んでいきましょう。スピリチュアリスト。まるでサムが何人もいるみたい。サム、あなたはすごいですね。何度も何度も来てくれて、あなたの仕事に対する情熱には本当に頭が下がります。この前なんか連続で来てくれましたよね。あなたは不思議な人です。会うたびに印象が違う。表情や仕草や持っている荷物や身につけている装備も少しずつ違っている。まるであなたが何人もいるみたい。それだけ熱心に働いているんですね。でもあまり無理しないでくださいね。違う3番の話や。こういうのおもろいんですよ。ちょろちょろっとこういう違う3番の話出てくるの。医者。カイラル通信は分断を強化してしまうかも。遠隔医療端末の性能は証明された。これが各プレッパーズのところに行き渡れば医療体制は格段に進歩するだろう。だがそれを操作するのは私一人だ。限界がある。ならば AI で自立した医療マシンで一人一人の健康状態を管理できるようにすればいい。
孤独死も防げるようになるから、不足のボイドアウトのリスクもなくなるだろう。理想的な医療管理体制ができるはずだ。だが果たしてそうだろうか。そんな体制ができたら、人々はこの離れ離れになったままの世界に安住してしまうのではないだろうか。カイラル通信によるつながりは安全で便利な社会をもたらすかもしれない。しかし逆に分断を強化してしまう可能性もあるんじゃないか？ないのか？いや、キューピッドで世界をつないでいる君にこんな憶測を伝えるのは本意じゃない。すべてつながった世界でどうするか、今より良い世界に変えるのは私たち一人一人の責任だ。私たちは君の行動に応えてみせる。だそうです。かね、ですね、医者のね、言うことね、医者の言うことっていうか、医者の言うことっていうか、このね、デスストの、この医者の言うことね、もうほんまにね、あ、わかるわかるっていうか、医者の意見が私ね、一番なんかしっくりくる感じがするんですよね。だから他のやつは、なんか突っ込みどころ多いなっていう感じするんですけど、医者ってあとカメラマンかな。すごくね、共感できるキャラクターかなっていう感じがします。さて、メールは来るでしょうか？はい、来ましたね。来ましたね。またまた来ますね。まだまだ来るよ。まだまだ来るよ。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ読んでいきますよ。はい、よーい、いった。エボデボ学者。DS は避けられない？サム、元気ですか？私は最近思うの。絶滅を恐れる必要はない。DS は必然だって。タールもビーチも細胞付きの生物も過去の絶滅期に現れていた。そして今回も絶滅は避けられなかった。でもそのおかげで生命は進化した。この宇宙にある存在は元を遡れば同じものでしょう。何度も起こる爆発によって死と誕生を繰り返している。この地球だって爆発で生まれた。私たちは消えてしまうかもしれないけれど、新しい生命のどこかに宿るはず。無理に今の生命を維持することは、都市の中で停滞している今の人類の姿と同じかもしれない。サム、ごめんなさい。頑張っているあなたに水を差すようなことを言って。諦めちゃダメね。私だって死ぬのは怖いもの。ごめんね。また研究を再開するわ。なんか、めっちゃなんかサムを狙ってる感のあるさ、プンプンするメールの書き方じゃないですか、この人。コレクター。浜村通信を始めたいな、それ。サム、ちょっといいことを思いついた。カイラル通信と君の配送を結びつけて、アメリカを未来へと運ぶ方法だ。カイラル通信で伝えられないものは何だと思う？それは配達人である君の苦労や思いや感情だ。どんな思いをして君が荷物を運び、どんな風景を見て君が歩いているのか。それが伝われば今以上にみんなが一つになれるはずなんだ。私に君のことを取材させてくれないだろうか。それをカイラル通信に載せて UCA の全市民に配信するんだ。この通信を浜村通信と名付けたい。ダメだろうか。お前浜村って言うんか。 コレクターの本名が浜村ですね。いろいろね、壊れたり劣化して始めてるらしいですけどね。私ね、もうね、ほぼほぼね、そっちの方行かないでね、いいんです。来た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 。来た来た来た。2件ずつ来ますね。次ね、コレクターからですね。浜村通信、配送業界を読み解く。サム、おかげで浜村通信を送還できた。したんかよ。君も送るから読んでくれ。いらんいらんいらん。数ヶ月くらい前から配送業界で見逃せない変化が起こりつつある。いや、この世界を大きく前進させる革命が起きている。皆さんも気づいていると思う。このところクロスレビューで7点以上叩き出す配達人が増えていることに。これは偶然ではない。どんなジャンルでもそうだが、強力なフロントランナーが出現すると全体のレベルはアップする。現在配送の世界で過去に類を見ないフロントランナーが世界を牽引している。それがサム・ブリッジズだ。寡黙な男だが、どんな困難にも立ち向かう壊れない意志を秘めている。しかし一人になると思わぬ本音をこぼすこともある。そのギャップが彼の魅力なんです。 何お前知ったような口聞いてんねん。 これからこの浜村通信ではそんなサムのこともレポートしていくつもりだ。期待してほしい。 ほんまにお前バカって言ってんのか、妄想ちゃうんか、変態かお前。ベテランポーター。真の配達人とは、
やあ、サム、あんたの活躍を見せてもらって改めて分かった。やはりあんたは最高の配達人だ。ブリッジズには配達人の評価システムというのがあるだろう。安全性が大事だとか、数量がどうだとか、速度やサービスに気をつけろ、BT のことも気にしろとか、いろいろうるさいよな。まあな、確かにな。速度は私もイライラしたわ やるとき まあもちろんそれらも大事だ。でもあいつらは配送の本質を理解していない。まあ所詮はビギナーだ。俺のようなベテランの域には達してない。荷物も依頼人も毎回違う。一つの評価軸にとらわれていてはダメなんだ。毎回臨機応変に特性を理解してベストの配送を心がけなければならない。まあここまで配送を続けてきたあんたには言わずもがなだな。あんたは空前絶後、前人未到の配達人になれるよ。これで俺も安心して引退できるかもしれないな。これからはあんたの時代だ。これからもよろしく頼むよ、サム。だそうです。まあね、私ね、伝説の配達人なんで。伝説の配達人なんでーっていうね。うっとうしいね、ちょっとね、車車庫に入れてきました。毎回毎回うっとうしかったんで。はい、んでいきましょう。コレクターから、続浜村通信、配送業界を読み解く。どうして俺が、みんな喜んでくれるよな、サム、黙って働け。何それ、どういうこと。どうして俺が、みんな喜んでくれるよな、サム、黙って働け。サム、黙って働けってどういうこと。あ、自分で自分に活入れてるってことか。サムは一人になるとこんな弱音を吐くこともある。キュートだと思わないか。 お前気持ち悪いね。なーねー。ノーマンの子供が好きすぎやろ、お前。ところで、配達依存症という言葉を聞いたことがあるだろう。配達する行為が目的化して荷物を横取りするようになる症状だ。これが悪化するとミュールになり、さらにテロにも加担するようになる。クロスレビューでは軒並み0点かマイナスだ。しかし我らがサムブリッジは強い意志と身体能力で配送を続けている。先日のクロスレビューではついに満点を叩き出した。彼こそ人と人をつなぐ縄であり橋だ。配送業界とアメリカの未来はサムと共にある。頑張れサム、これからも浜村通信をよろしく。お前サムストーカーのお前、何サム知ってんねん。言えへんやろお前らは、そのこと。てかもうね、もう私もね、立派なね、配達依存症なんでね。エンジニア、エルダーが知って、あ、エンジニア、そういうの知ってるっていうか、エルダーと仲良かった、もしかして。まあでも、エルダーの荷物よう持って行ってたもんね、こういう人から。エンジニア、エルダーが死んだ。サム、エルダーが亡くなったそうだね。彼が UCA の一員になってから、私たちは時々通信で会話をしていたんだ。彼は、君は UCA に感謝していたよ。ただ、なんというか、難しいな。彼は UCA に加盟して自分の情報を君たちに提供した。君がエルダーのところのカイラルプリンターを使えるようになったのもそのおかげだ。代わりに君は彼の依頼を引き受けた。そういう関係、そういう契約が成立していた。だから UCA は彼の命に責任を負うことにもなった。彼が死んだことを責めているわけじゃない。私にはそんな資格もないから。ただ彼の死は君や私や UCA が受け止めて弔ってあげなければならない。そして彼のことを語り継がねばならない。つながるということはそういうことなんだと思うんだ。ふーん。ふーい。もう興味ないっていう。 よっしゃ。読んでいきましょうと思いましたが、もうね、特にね、受信する感じもなさそうなんで、一旦ここで、メールのね、読む作業を終了したいと思います。ちょっとね、引き続きね、いろいろしたかったんですが、ちょっとね、動画の尺的にね、ちょっとね、時間オーバーしそうなんで、ちょっとね、他のところね、見てったりとかね、してね、またね、次回ね、やっていきたいと思います。それでは、またお会いしましょう。さようなら。